さあ始まりました。新作のバトルロワイヤル SOS ザアルティメットエスケープやりたいと思います。さあ早速もうみんな集まってますね。これはゲームの声ではなくみんなボイスチャットですね。このゲーム9割以上ボイスチャットがいるんで結構騒がしいです。喋ってますね。なんかここ紹介みたいな感じですね。まあ、見ていきましょう。さあ、おお、なんか驚いてる。自分のキャラも出たら喋っていこう。すごい手挙げてんな。何言ってるか全く分かんないけど。いろんな人がいますね。ファック言ってるよ。大丈夫か？さあここで自己紹介してるよ。おっさんも参加しています。面白いやつもいそうだな。で自分もそろそろ出るんじゃない？な、無言かお前。女性キャラもいますね。ネカマじゃないことを祈ってます。あ、来た。ハロー、アイムナルトに。なので伝わったかな。このゲームバトルロワイヤルなんですが協力することもできるので、まあそういった感じでやっていきましょう。おはようございます。ありがとう。これだってす、なんだなんか日本人みたいなのがいたぞ。喋り方が外国人っぽかったけど。さあ始まる。さあ始まるぞ。来た。無人島からスタートです。バトルロワイヤル始まりました。よーし、やっていきましょう。お、骨が落ちてる。骨っていうか骸骨か。なんかいろんなところからボイスチャットが聞こえるんだけど、まあ、このバトルロワイヤル普通のバトルロワイヤルとは違った面白要素があって、最後に生き残れるのが1人ではなく3人までなので、まあ、ボイスチャットを利用してチームを組むこともできます。なので英語使えないけど、あ、いる。ハロー。 Hey man. Oh my god. Oh yeah. You my brother. I do not know you, but we can be friends. Okay, my brother. Okay, okay. My brother. Okay, come on. これで手挙げられる。いろいろできるみたいだね。よし、come on. No, 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 no. やばい。やばい、逃げて。やばいぞ。あいつ。仲間になってくれないのか。なんか叫んでるし。やばい、逃げよう。やばい、ここ行き止まりだ。なんとか大丈夫か。よかった、来てなかった。なんとか大丈夫だったようだ。これは何だろう。お、ナイフ。これで戦えるぞ。ナイフを装備してさあ行くぞ。あいつ来た、あいつ来たぞ。オッケー、マイバディ、マイブラザー、マイファーザー。オッケー。オッケー、マイブラザー、オッケーオッケー。フレンド名オッケー？オッケーオッケーオッケー。イエス。よし、カモン。カモンカモン。ナイストゥーミュー、オッケーオッケー。おー、ナイスヘア。おー、ナイスヘア、カモン。カモン、ナイスヘア、オッケー。ナイフ、ノー。ナイス、カモン。あれ、この下のやつはなんだ？なんか顔のマークがあるけど、これで行ってみよう。来てる。大丈夫だよね、仲間だよね。後ろから突き刺されないよね。お、キノコ。お、マッシュルーム。オーケー、マッシュルーム取った。あいつ取ったぞ、マッシュルーム。ここ行こう。よし、じゃあ。あれ、あいつはなんか向こうの建物行ったな。じゃあ、こっちはこっちで探索しよう。多分仲間になってくれたと思うから。まあ、とりあえず進んでみよう。よし、破壊して。
何かあるかな。お、ナイフまたゲットした。2本目。他には暗いな。大きな子取っとこう。さあこっちの方は、やばい、いるいる、バケモンだ。 Help me my brother。 逃げ切った。うわー、鳴き声が怖いな。とりあえず大丈夫だったようだね。お、これある。これ水分補給に使えるんで持っとこう。仲間がどっか行ったな。ブラザー？ヘイブラザー？いなくなったようですね。まあ一人で行くしかないか。ここは。誰がいる？ハロー？ハロー。おう、フレンド、オッケー？オッケー、フレンド、カモン。バディ、カモン。マイバディ、カモン。カモン。オッケー？お、仲間になったようだ。まあ、怖いんで距離は取っていこう。うわ、いる。モンスター、モンスター、モンスター。やばいぞ、ここ結構モンスターがいる。来た。いろいろ化け物が来てる。これ、言い過ぎでしょ。さすがにこれは。バイバイ。Help me! No, バイバイ。やばい、これは、一旦逃げよう。さすがにあの数は勝てない。あれ、ここ行き止まりだ。やばいぞ。ここも行き止まりか。逃げよう。落ち着いて。味方はどっか行ったね。よし、ここい、ぶち破っていこう。よし、ぶち破って、ぶち破って。お、ハロー？わ、ガール！わー！お、ハロー、ヘイ。オッケー、オッケー、オッケー。ノー！モンスター！モンスター、ヘルプミー！マイマザー、ヘルプミー。モンスターだよ、ヘルプミー。やばいやばい、なんだなんだこれ。とりあえずついていこう。いいペアができたぞ。逃げ切ろうね。どうした？うわー、こいつやりやがったな。くそくそ、やばい、死ぬな、これ。ここ降りてって、よしよし、大丈夫。とんだクソ野郎だったな、あいつ。これで とりあえず回復はできる。とりあえずなんとか、生き延びた。あいつ完全にネカマだったな。騙されるところだった。おお、お前やばいやばいやばいぞ、バケモンだ。倒すか、もうこの際。行くぞ、ほら、いけるはず。ナイフの恐ろしさ、くらえ。これがナイフの味だ。味わうがいい。おーし、倒した。なんか落ちてる。おお、なんとか倒せたようだ。よかった、でも。なんとかいけたようですね。よかった。これはなんだ？やばい。なんか鳴り始めた。こっちにもあるから拾っとこう。やばい、なんか来てるような。よーし、大丈夫か？バケモン来てたような感じしたけど。おー、あるある。拾っとこう。いい、来てる。やばい、逃げて、逃げて。
プレイヤーから、そしてバケモンから逃げていく感じだね。このバトルロワイヤルは結構食らったな。ここどこだ？もうわけわからないぞ。なんだここ、これはなんだ、取れない。なんか来た、バケモン来た。やばいやばい、めちゃくちゃ来てたぞ。お、なんかある、拾っとこう。これはナイフか。ナイフもういらないけど、ここはやばいぞ。早く抜け出して、よしよし、扉開いた。やばいな、ここめちゃくちゃいるところだった。うわー、まあ、こういったバトルロワイヤルか。このプレイヤーもバケモンとご対面してるな。結構頑張ってるな。ガードも使えるのか。ガードも使えるみたいだね。斧みたいな武器で倒してる。強いな。といった感じのバトルロワイヤルでした。